朗読あらモードにお越しいただき、ありがとうございます。カイトミナミです。今回から2回に分けて、無老再生作、同時をお送りします。無老詞の自伝的要素の強い作品です。では、早速お話を始めましょう。 無老再生作。同時。母親に格好があるので、母乳は一切飲まさぬことにした。死亡の多い妻は、生ぬるい白い乳を絞っては、貼ってくると肩が凝ってならないと言って、末物に絞り込んでは捨てていった。 少しくらいなら飲ませてもよいという樋口さんの説ではあったが、私はそれに反対し、妻もそれに同意した。かっけ症の母乳は、よく赤子の脳を犯すことや、その取り返しのつかない末のことを思うと、絶対にやってはならないことだった。あなた方がそんなお考えなら、もちろんやらない方がいいんです。 あとあとのことを考えるとよくないから。医者の樋口さんも、いつものように強情な私を知っているため賛成したのである。こんなに張っているのを飲まされないなんて、少しくらいなら構わないんじゃないでしょうか。母親は、広い胸からチブをつかみ出し、柔らかいポトポト音を立てて、 嘴物に垂れる父を見ながら悔しそうに言った。私はあくまでもそれを叱りつけ、看護婦会で終戦をしてくれるはずのウバの来るのを待った。口入れ屋が千葉のもので、その千葉から口入れ屋の親父とウバとその母親とが今日明日のうちに上京してくるということだったが、変電さえも来ないのでもどかしかった。 素性の知れないものの父をやるのは、どんなものでしょう。それに、病気などあったりすると、牛乳で育てるより、かえって悪くならないでしょうか。よく医者に体を見てもらったらいい。医者が良いと言えばいい。そう話しているうちにも、朝と昼と、そして晩には、女中の夏と、世話をしてやってる平林とが、変わる変わる貰い父よしに、 道坂まで行かなければならなかった。そのたんびに平林に、父をくれる女の人のことを、私は気にやんでは尋ねた。子供が三人も四人もゴロゴロしていて、二間っきりの家です。けれども父はたくさん出るらしいんです。こちらから行くと嫌な顔をしないか嫌な顔なぞをしません。 三度に一度くらいでも晩方など忙しい時に、私の気持ちを知っている平林はそんなことはないと言った。そして、うち中の者が行くごとに赤ちゃんは今日は加減が良いかとか、悪かったら構わず父を捨てて取りに来てくれとか言ってくれるんです。父は時間を見計らって新しいのをおあげすると言ってるんです。 そう言ったので、私はまだ会わないが、良い人たちだと思い、心から感謝した。そうか、今度は何か持たせてあげないと悪い。夏も口を添え、ああいう親切な人たちはないと言った。瓶の中の温かい父を母親はいつも一度手のひらに当てたり、 カスがないかと明るみにすかしたりしてうれしがった。それの消毒をしながら、うちの人が多いんですから何をあげたらいいでしょうね。そう言い、お祝いの品物の差し当たりいらないものをあれもあげる、これもあげると言った。そして自分の父を絞り、末物にたまった 濃い白い液体を覗き込んだ。こんなに乳が出るのに、これが飲まされないなんて。そう言うと、そっと夏に、こっそりと飲ましてやりたい、と言った。そのこっそりで、万事ぶち壊しになることがあるぞ。私は気難しく叱りつけた。しまいに、 父を捨てるところがなくなり、庭の萩の植わった影地を掘って捨てた。ある晩、玄関に客があったので、うちの者が忙しく、私が何気なく出た。が、まだ一度も来たことのない女であった。あの、銅坂から参ったんでございますが、ああ、銅坂からですか。 すぐもらい父をさせてくれる人だと思った。ハンケチに包んだ瓶を下げ、妹らしいのが格子の外で体を縮めていた。いつもお世話様で。おい、う坂からいらっしったよ。そう奥へ声をかけると、妻も夏もみんな出てきた。お手すきがございませんでしょうと。 こちらへついでがありましたものですから、ハンケチを開き、父の瓶を取り出した。藍色の浴衣地の袖がよれ、擦り切れた履物が目立った。まあ、ご親切に、どうかお上がりなすってくださいな。今度は格子戸に隠れるようにしている妹の人にも、お入りなすってと、初めて会った妻は、 くれぐれも父のことを頼んだ。太い腕をしているので、その健康なことは疑うまでもなかった。私は安心をした。毎日お乳を差し上げていましても、もしも腐ったりなんぞしたりしては大変だと思いましてね。いえ、すっかりゴムの乳首にも慣れましたものですから。 三度ずつお忙しいのにいただいたりなぞして。妻はそう言うと、赤子の寝ている部屋へ案内をしながら。ともかく、一度見てやってください。こんなに太って。まあ、よくお太りになって。そう四十近い女の人はいい。どんなお子様でしょうと、毎日お噂をしていたんでございますよ。 それにどうしましょう、こんなにおかわいくて。妹が今日こそ行ってみましょうと聞かないんでございますよ。と、妹の恥ずかしがるのを目で振り返った。そんなことを私言いはしなかったわ。と、存在に言って、妹なる人は赤黒い顔を染めた。これで私もなんだか安心いたしました。 気にかかるものでございましてね。小さい唇を締めるように言って、かちきそうな顔をした女は立って玄関へ行った。その人が帰ってしまってからみんなは話し合った。気になって気になってしようがなかったんですよ、きっと。そういう夏に、俺にしてもお気になる、と私は言った。 一日に三度ずつ道かへ行くのには、あまりに人手がなかった。もう少し近いと良いのだがと、皆が言い合った。それにしても、うばの方のらちが開かないので、むやみに急がすと、明日はきっと連れて出かけるという変電があった。その日、うばは、六十ばかりの母親と、口入り屋のじいさんと連れ立ってきたが、 私は口入れ屋のじいさんの顔を見るとすぐ目を伏せてしまった。嫌な奴だと直角的に上向いた鼻と日焼けの下油ぎった顔を見たときにそう思った。月給は30円ぐらいにしていただきましてな。それを半年分先払いに、そして私の手間賃は15円いただきます。 そう、霧口場を言うと、乳母の母親に向かい、よく聞き分けるように、これだけ言えば、わしの役目は済んだのだから、あとはお母さんがよく娘さんに話をしなさい。じいさんは、今度はローブの脇に座り、硬くなっている健康そうな娘に、こうお話が決まったら気に入らないことがあったりしても、わがままを言って、 帰ったりなぞしてはいけない。せっかくご縁があってきたのじゃから。そう言うと母親が小さい膝を娘の方に向けた。一年ぐらいの間だからよく辛抱しての。時々わしは会いに来るし、紬屋さんに万事お任せしてあるから。目の丸い二十一にくらいの娘なる女は、 その間じゅうつむいて一言も言わずに黙っていった。膝頭へ乗せた指先で膝の肌をつっついていそうでしぶとい人間のような気がした。肝心のお父を医者に見てもらわないと困りますね。お願いするにしてもそれが気にかかりますから。先方の一人決めになりそうで。 私はじいさんの顔を見ながら言った。父のことは千葉の医者でも見てもらってきたんですが、大丈夫だそうです。もっともオタクでも、もう一度試験していただけば、なお結構です。じいの言葉に続いて母親も言った。この子は近年病気一つしたことはなし、 この通り、頑固な体をしておりますから、心配はございません。娘の方を見て、この話が父のことで壊れないかと、いくらか不安そうに言った。では、試験管にでも絞っていただいて、すぐおひぐちさんに見てもらいましょう。ちょいとこちらへいらして。妻は、うばを買って連れて行き、そこで缶に入れた父を、 平林が医者へ持って行った。早稲田の方にも一軒回らなければなりませんから、ことの決まり次第に失礼いたします。じいさんは契約書と終戦料とを私から受け取り、大きな財布にしまい込んだ。何しろこの頃は、うばになる女がないから、仕事に骨が折れると言った。 二三日別に悪いものも食べなかったから、父の悪いはずはない。母親は使いの帰るまでそんなことを言い続けた。乳母は膝を固まらせ窮屈そうにしているので、肩で息をついて息いるしそうにしていった。ぎな方向をしたことのない女のように、時々私や妻の方を盗み見る瞳が、 素早かった。平林が帰ってきた。父は別に悪いところがないそうです。と言い、別に医者からの証明書のようなものを持ってきた。妻も私も喜んだ。よく使った体ですから、良い父が出るはずです。じいさんは身支度をすると、 じゃあ、お母さんは明日にでもお伺いして、金の方のことを決めなさるとよい。わしは急ぐしするから、と付け加え、一緒に帰るという母親と玄関へ出た。なるべく汁けの多いものをいただいて、そして自分の家だと思っていないと、父というものは不意に止まることがあるものだから。 父が止まることのあるものだと聞くと、乳母は胸へ手を当て、目を丸くした。ともかく、明日私がまた来るから、その時様子を見てあげよう。じいさんとローブとが帰った後で、妻はすぐ父を赤子にやってくれと言った。もらい父ばかりしていた赤子は、ゴムの水管とは全然感じの違った、 柔らかい、いくらか頼りのない乳母の乳首を口に含んだ。私は悪いべっこう色をした乳母の胸肌をいい気持ちで見られなかった。おいちいでしょほら、たんと出るでしょ妻はその指先で乳母のちぶさを上から心持ちをすようにして余計流れ出るようにした。 乳母は上から赤子の薄毛の生えた頭を覗きながらいた。夏も平林も、そうして私の心にも赤子が乳母の乳首になじんでくれればよいと思った。が、赤子はすぐ乳首を離した。そして泣いた。すぐまた乳首を差しつけると、ちょいと含んでまた離して泣いた。 おかしい。出ないかな。絞ってごらん、指先で。今度は、乏しい父が、ちびりと出たきりだった。いくらやっても同じことであった。乳母は顔を真っ赤に染めた。しばらくしてから、もう一度やってください。そう妻が言いかけ、赤子の口を乳首に差しつけても、もう吸い付きそうもなかった。 からチ首をやってみるとよい。私がそう言うと、妻はすぐからチ首をやった。赤子はほっとしたようにそれをしゃぶり、黒々ろろとした瞳を沈まらせ、泣きやんだ。どうして出ないんでしょう。乳母は心を焦って絞るほど、父はちびりとしか出なかった。 毎日捨てているほど出た父なんでございますが、と、ちぶさをぐりぐり絞った。そうしている乳母の額に汗さえ滲んで見えた。しばらく休んでからにした方がいい。私は見かねてそう言い、心で探索した。胸肌の薄い皮付きが暗みを持っているのまで気になり、 絶望的な気持ちにした。女中部屋で一休みさせてから、明かりのついた下でまた赤子にチブさを加えさせたが、二度ばかりで泣き出してしまった。調べると一滴ずつしか出なかった。もう父をもらいにやる時間だったから、出ない乳首を差し付けておくわけにいかないので、念のためにと、 もう一度やってみたが、やはりダメだった。私は苛立だった。うばはまた真っ赤になり、鼻頭に汗をかいた。妻は、うばと私とを見ながら、どうして出ないんでしょう、と言い、そうして、すぐ平林さんに、銅座会もらいに行ってもらいましょう、と、ハンケチに瓶を包んでいる。夏は、 夕方で忙しいからと、平林に行ってもらうことにした。平林はすぐ出て行った。困ったなあ。乳首になじまないから行けないんだ。私は妻に、わざと父の出ないことを言わないでそう言った。乳母は油汗をかいていた。あなたの子供はどうしたんですの ふと妻がそう尋ねると、ふばは汗と油で光る顔をもたげた。死んでしまったんです、生まれるとすぐに。まあ。妻は目を丸くしたが、私は別に何とも思わなかった。子供というものは死にやすい。脆い鼻のように思っていたからである。 そして、千葉にいたのい,いえ、どこにうばは言いにくそうに黙ってしまった。私は、尋ねるなと目で知らせた。うばは、やはり体中をこわばらせ、そのため、行き詰まりしそうに見えた。平林が帰ってきた。いつもより時間が遅かったから、 こちらで持ってあがろうかと今言っていたところですと言って、ハンケチにくるんでありました。父は生ぬるかった。それを消毒して飲ませると、赤子ははははあ言って美味しそうに飲んだ。こういう風に飲ませてあるから、よほど出る父でないと向きませんと、妻が誰に言うともなく言った。ウバは 不死目にじっと赤子の顔を見ていた。頭がぼうとしているらしく、座りの悪いところがあったので、疲れていると思った。晩も遅くなってから、夏が急に書斎へやってきて、乳母が着物やその他の用事で浅草の宿までやってくれと言って、さっき持ってきた風呂敷を持ち、勝手口で、 今にもお出かけようとしているといい。何でも吉原に奉公していたことがあるそうで、お宅は気づまりなんでしょう。とも言った。今夜行ってもらうと、明日の朝お乳を飲ませないじゃないか。困ったことを言う人だね。妻は不平を言い出した。今晩出してやると、あの女は帰ってこないかもしれないよ。 さっき、いぐるしそうにしていたうばが、何かを口実にして、窮屈なこの家を出たいと考えているらしく、私には思われた。そうね。でも、来たばかりだのに。けれども、わからないわね。妻も危なかった。用事があったら、明日昼間にしろと言ってくれ。今夜はダメだから。 夏はその通りを言い、すぐ乳母を休ませることにした。後で、旦那様のおっしゃいました通りに言いますと、しくしく泣いていましたの。妻にそう中は言って、仇な家は窮屈なんでしょうとも言った。翌朝、一晩休んだから、乳母の父は出るだろうと心楽しみにしていたが、 やはりちびりとしか出なかった。しまいに赤子の方で変に柔らかい乳首を嫌がった。平林はすぐ出かける用意をして玄関で待った。うちへ来る前に本当に出たんですか妻はもどかしがって尋ねると、うばはやはりいつも茶碗に絞っては捨てていたと言った。 私は、まるで出ないちぶさのようにしぼんだ乳首を嫌な気持ちで見た。平林は瓶を持って出て行った。それをおバは見送ると、同じ石草をその乳首の上に加えたが、やはり出なかった。お昼にも白い液体は出そうにもなく、差しつけたばかりでも、 赤子は嫌がった。うばは夏を通じて、昨夜の約束通り、ちょいと浅草までやってくれと、しきりにせがんで聞かなかった。そんなに言うなら、行ってこいと言え。どうせ帰ってこないだろうから、父が出ないから仕方がないじゃないか。それもそうね。じゃあ、やりましょう。妻は、 では、なるべく早く帰ってくるように言って、乳母をやることにした。後で私は夏に尋ねた。包みを持って行ったかええ、みんな。ただ、歯磨きだけ置いて行きました。晩になっても帰ってこないことは目に見えていても、遅くまで勝手の閉じまりをしないでおいたが、やはり帰ってこなかった。 ウバも窮屈で困ったろうが、一安心をした私たちは、また道をたたれて困った。やはり当分はもらい父をするんだな。どうも仕方がない。他にいないでしょうか。あれだけ探して、やっと見つけてこれだ。ちょっと急にはなかろう。二人が話していると、 夏はこんなことを言い出した。勝手口で、うばさんが弟子なに、歯磨きはあんたにあげると言っていましたから、もう帰らないんでしょう。馬鹿正直な夏は、私たちの気も知らずに、ぽかんとそんなことを言ったが、私は、あっち行けと顎をしゃくった。赤子は安らかな花のような、 そういうことが言えるなら、それにもまして、美しい黒々した一線を引いた目をつぶり、眠っていた。その息遣いは、平和に私の耳を和めた。私たちは、四年前の冬、結婚した。その晩は、珍しい大雪の翌日で、夜中に、雨戸一枚をくり、 蝶子鉢にかがんだが、銅のひちゃくもいき上がっていた。なんとなく青い層のある明け方の空気を、雪と雪とが差し合い、その明かりはむしろ痛みある寒さを感じさせた。私はそこでしばらく立ちながら、すやすや眠っているらしい妻に、私がそうやって立っていることを知らすまいと、凍った敷居の上に音もなく、 はまどをしめた。四季をすますと、田畑と新名町境のある百姓屋の離れに住み、私は毎日叙情風な詩ばかり書いていたが、ありの餌ほどの父が残していった金謎はいつの間にかなくなっていった。貧しい地味な暮らしを続けているうちにも、少しずつ慈悲の刺しゅう謎が売れていた。 まとめて父からの金で、私は十年ほどかかって書いた詩を書物にし、本郷の本屋へ頼んで売ってもらっていった。その頃、もう父親になっている沖という友達が、やってくるごとに三つばかりの女の子を抱いていった。私には、沖がその子供を得意そうに抱いたり、生やしたり、 おしっこをさせたりしているのを見るごとに、いつもバカバカしい気がした。連れてこない時は決まって子供への土産のパンとかおもちゃとかの包みを抱えていた。それがあまり決まりすぎたものを見るようではあったが、おきは自分で赤ん坊にお湯まで使わせるほど好きだった。君のところではどうして子供ができないんだ サイ君は体も悪くないし、オキは濁らない美しい目をしてよく私にそう言った。どうしてかなしかし今子供なぞできたりすると困るんだ。何の用意もないし、貧乏だし。私は努めてその話を避けるようにした。目をそらせるようにしたのである。 子供は実に可愛くていいよ。おきはまるで天にでも捧げるように、高だ々かだかと子供を抱いては、遠い中野の奥まで帰っていった。街へ出ようとすると、一緒に連れてってくれと聞かないんだ。ついかわいそうになってね。おきは嘘をついたことのないような顔を、その子供の方に触れさせていった。 家主のばあさんは、妻が犬をかわいがるのを嫌がって、犬なぞおきになるから子に遠いんですよ。昔からそう言うんですよ。そう言っては、来るごとに嫌いな犬をしっしと門のそばで、半ば怖がりながら叱っていた。国の方からも、手紙が来るごとに、子供はまだか、まだできぬかと書いてあった。 そのたんびに不愉快を感じた。あちこちの結婚したての友達が皆子供を持つのを見ると、なお子供のできることが嫌な気がした。そればかりではなく、自分たちさえ苦しい暮らしをしているのに、それが生まれたら大変だという気もしていた。貧しさの骨身を削ってきた下宿時代のことを考えると、 それが生まれてこないことばかり考えられた。夫婦きりで暇のありすぎる退屈さが折々わけのわからぬ不快を伴った。妻は張り合いのない顔をし、よその赤ん坊をお湯に連れて行ったり、犬や猫を飼ったりして寂しがった。どうして子供がないでしょうね。 どうしてだか。むっつりと、私はその話が出ると黙り込んだ。そしてそのたんびに、子供なぞあったら困るだろうな。なくてさえ困るんだから。そう言うと、ぷいと立って座を外した。そのことに触れてはならぬと思ってか、妻はその話をしなくなり、人が来ると、どうしてできないんでしょうねと。 そういうばかりだった。三年過ぎても、妻にはその気配さえなかった。友達はよくその話で、私を日にろうとした。オは、もう次の子供を抱き、さきの女の子には、夏は涼しい白のレースの洋服を着せて歩かせていた。子供ができると、 体がさっぱりするそうですよ。ことにあなたは頭が痛むなんてよく言いますからね。オは妻の前でこう言っては、悠々しているのは産むものを産まないせいだよ。そう当たらず触らず私に言っていった。そんな時でも良い育ちをしたオの目は静かに住んでいたのである。 できないものをどうにもしようがない。私の言うことはそれだけだった。が、心には少しずつ子供が欲しかった。時々考え込むと、よく十年前にいたことのある下宿屋の若夫婦が二人きりになって寝ていたが、いつまでも子供ができなかった。夫婦がごろりと二人きりで寝ているのは、 あやもない嘘びしいものだとやっと思うようになった。そういえば自分らもいつも決まって起きるにも寝るにも二人きりだった。花もあやもない。そして頼りなくしまいには子供のないことが夫婦きりであることにかつてない羞恥さえ感じさせた。が、 いよいよ子供ができるとなると、自分というものを知っているだけに、なんだかふぐものなぞできはしないかと妙に不安になり、いっそ今まで通りに生まれない方が良いとも思えた。しかしそれよりも、頼りになる、直接自分らの魂にも肉にも関係のある生き物が見たかった。それゆえ私は、ある晩、 ふと妻にかつて言い出したこともない子供のことを言い出した。お前さえ産む気なら子供はいつだってできそうな気がする。どうして妻は今までにもできなかったものが急にできるものでないと言い出した。私は妻に私の密かにしていたことを真面目に話し出した。 そんなことを、いつしていましたいつ頃から国で式をあげた時から、自分でも異想外に冷ややかな顔をし、なぜか気難しさが加わったが、いつの間にか私は顔を赤く染めた。そんなこと、嘘でしょしばらくすると、妻は半ば真顔になり、 君悪そうに笑いを含んで私の目を覗き込んだ。まったく本当のことなんだ。嘘だと思っていてもよい。そのうちにできるようになるから。本当妻は腹の上へ手を当ててみたが、急に立って次の前へ行って泣き出した。そんな恐ろしいことを 一人でやっている人とは思わなんだと言い、朝まで泣きやまなんだ。私は困難な時に子供などできなかったこと、そして子供が心から欲しいと思った時に生まれてくるものだと信じていたから、妻の泣きやむのを待つだけだった。が、不思議に妻は元気になったようなところが、それから後に現れた。 まだかしら。妻は木の実でも埋めたのを覗き込むように自分の体に深い注意をしだした。そして折々こんなことを言った。あなたは悪いことをしていたとそう思いませんか思わない。そう私ははっきり答えたが不自然ではあると心で付け加えた。 私はそれを大変悪いことだと思います。妻は無気になりそう言ったが、黙ってそれには答えなかった。腹に子ができてから、妻は楽しそうに小さいシャツやおむつを縫い始めた。それを幾枚もたたんでは、一枚でも増えるのを喜んだ。大峡だと言ったり、 なるべく美しい子を産むのだと西洋の名画なぞを枕元に置いては見入っていた。この女にこれまで見ることのできない微妙さが小刻みに私の目に映った。こんなんならもっと早くできてくれればいいのに悪いお父さんだ。妻はこんなことを時には言い出したが、 私は気難しい顔をし、なるべくそれには触れぬことにした。妻は毎日指を折って数えた。そして、ある晩、私があることを沸かしてから、その子が腹に来たことを知ると、青くなって不意に考え込んだりした。 翌朝になっても、ウーバは来ないばかりか、千葉の方へ問い合わせても、返事すらなかった。仕方なく、毎日もらい父をしたが、三馬からの紹介ですぐ下田端に父があるということで、人手はなし、銅坂は遠いから、ひとまず下田端の方へもらいに行くことにした。銅坂はいい人たちだが、人手がないから、 よく礼を言ってお断りしよう。道坂へ礼に行かせ、田畑の下台へ毎日三度ずつ行くことにしたが、平林ばやしも夏もそのたんびに下駄や着物のすそ回りを泥だらけにした。梅雨に入った元田んぼであった下台は、ぬかるみで歩けない道路であった。一度なぞ、夏は泥の中を転げ、 胸のところまで汚して帰ってきた。道路が悪いなんて、まるで歩けないんですもの。あまりたびたびそういうので、私はそれだけなら我慢をしてくれとも言った。が、勝手口でそのことを繰り返されると尺に触った。嫌ならやめてくれとも言った。ひら林は泥まみれになっても、 黙って井戸端で潜伏して、そのことを口へ出さなかったが、垣根につかまったりして歩くのか、指股に泥をよくくっつけていった。どんなうちかね、会社員みたいなうちです。私は先で嫌な顔をせぬかと気になり、ひだばやしに尋ねた。ちゃんと時間になると、 瓶に乳を絞って玄関へ出してあるんです。いただけますと言って持ってくるんですが、奥さんは寝そべって添えじしてめったに出ていらっしゃりません。いつでもかえ。いつでも出してあるんです。ひだばやしは変に不平のある顔をし、それを言い出してはならぬというような表情をしていった。先でもめんどくさがっているなと、 すぐ感づいた。ざ坂のうちとどちらが感じがいいそりゃあざ坂の方です。いつ絞ったのかよく聞いてくるんだろうね。ええ、奥さんはそのたびに今絞ったばかりですと言っています。その日、赤子は緑弁をしたので父のせいだと思った。そのあまりを透かしてみると、 ドロドロなものが瓶の底にたまり、動かすと蝶の粉のようなものが浮いていった。こんなちだからお腹を壊したんです。妻はよく気をつけてくれればいいのに、と奥さんを恨んだ。きっと朝絞っておいたのをくれたんでしょう、とも言った。それからずっと赤子は腹を壊し、 じめじめした梅雨は部屋の中まで湿り込み、夏と平林とは下田端から帰ると井戸端で足を洗わねばならなかった。その高声がよく私をイライラさせた。夕方は俺が取りに行く。たかが道路が抜かっているまでじゃないか。私はカットし、夕方瓶を下げ、 八幡様の垂れた緑の重い枝の下を抜け、藍染川の上手の二年ばかり前まで木々の葉の流れていた下田畑へ出たが、ぬかった水たまりに敷き込んだ隅田原の上を踏むと、ずぶりと足の甲へまで泥水がつかった。それを抜こうとするため力があまりひょろついて危なく倒れようとした。 羽泥で、裾回りが濡れ、気持ちが悪かった。土間のしった格子内の三尺式台の上に瓶が出ており、白いものが入っていた。開けられた障子内にすぐ床を敷き、奥さんらしい人が寝そべり、よく働いたらしい油の抜けた足裏がこちらへ向いて見えた。 剣刀をつけ、ここのうちだなと思った。ごめんなさい。はあ、お乳をいただきに参りました。そこに出してありますから。奥さんはそう寝そべりながら言ったが、足裏の位置は動かなかった。私は瓶をハンケチに包み、いつもお忙しいところをすみません。 これはいつ頃の父でしょうか。今取っただけですよ。奥さんはやはり起き上がりそうもなかったので、私は鶏卵の包みをそっと置き、粗末なものでございますが、どうぞお納めなすってください。そう言い、格子の外へ出た。道路はさっき来たよりもっと悪く。 雨足も小気だなく乱れ、四五軒続いた長屋の入り口の格子の裾が皆濡れ始めた。私はなるべく飛び飛びに歩いては、水たまりへ足を滑らせぬように用心した。が、つまがけを突っ込み、ぬるい水を足先に浴びた。それでも父を大切に抱えている自分の姿が、 みすぼらしく寂しい気がした。八幡坂を登りかけると、塀の内側に、うの花が暗い雨に浮きながら屈たれていた。大変な道だ。まるで歩けない。井戸端で足を洗いやらい言うと、夏はくすくす笑っていた。が、妻は早速飲まさなければならないので、 消毒の炭火を起こしていたが、父の瓶を明かりに透かし、ちょいと眉をしがめた。これは腐っている。そんなことはない。絞ってすぐだと言っていたよ。い,いえ、これをご覧なさい。ほら、カスが溜まってドロドロしているでしょ。う。これを飲ませたらすぐまた悪くなりますよ。困ったなあ。 あんなに苦労をして取ってきたのに。その時、障子のうちに寝そべっていた奥さんと座敷中を取り散らしてあったのを私は思い出し、不愉快になった。銅坂はどうだろう。でも、こちらに決めたのに、今更行けた義理ではありません。義理なぞ言っておられない時だから構わないじゃないか。 向こうでは、もうよその子にやっているんだそうですよ。じゃあ、牛乳にするか。そうするより、しようがありませんわ。ひぐちさんに話にやると、つなぎにはそれでもよいが、ぜひ、うばを探したらよいと言ってきた。今度は、うばを国の方へ行ってやってみよう。ひょっとすると、立ちのよいのがいるかもしれない。ええ。 それがよござんすね。私は、早速国へ手紙を書いた。すぐ探してくれるように頼んだ。晩、ある友人が来て、ヤギの父というものは大変良いそうだと話した。色が白くなるし、栄養も多いとのことだった。早速、ひぐさんに話すると、牛乳より良いかもしれないと言ってくれたので、 田畑のガードのそばにあるヤギ社へ、ひだばやしが毎日取りに行くことになった。幸いに赤子はヤギ乳をすいた。みんなはほっと一安どをした。生まれてからずっと腹を壊していた赤子は、やっと少しばかり腹の方が治りかかった。下田畑の方へは、礼を持たせ断りにやった。 その時も、脂気のない矢しの裏を、私は寂しく思い出した。国から、乳母は一人もないと返事をしてきた。探していたのかいなかったのか、腹立たしかった。秋、写真を二枚撮った。夏がおもちゃを持って踊ってみせると、にっと笑ったところを写した。 国の母親と妻の里へ一枚ずつ送った。国の母親はそれを毎日抱いて寝ていると書いて起こした。愛憎の激しい母親がそういう優しい心になってくれたのを喜んだ。少し咳をするとすぐ樋口さんを呼んだ。赤子よりかあんた方が神経質になるからいかん。 太った先生はそう言うと、私と妻とに、ある程度まで売っちゃっておくようにと言った。私は外から帰ると、すぐ赤子の顔を、その柔らかい方をつまんでみなければ、書斎へ入らなかった。そのつまみ方が痛そうだと、妻はよく講義を言った。かわいそうに、 そんな手洗いことなぞして、ほら、こうしてやると笑ってるじゃないか。つまり、こういう愛イの方法もあることを知らないか。実際、赤子はくすぐられたようで、いつもよく笑った。伝統を置くために作らせたシタンの台が、書斎の机の脇に板になると置いてあった。 その上を叩くことを赤子は空いた。トントンという具合に。書き物をしている時に部屋へ入られると私は眉をしがめ、それによって妻は黙って赤子を抱いたまま台を叩かないで出て行かなければならなかった。そういう時後で気づいてわざわざ叩かせに呼びに行ったりした。 そうすることによって、私自身の気を和らげることができたからである。寒いのに、赤子は正月を迎えた。みんな雑煮を食べ、良い正月だと言った。その度に、自分がこうして、正月を自分の子供と一緒にすることを、珍しいものに感じた。荒壁のいてた。 寒い町裏の部屋にいた私は、よくその震えを振り返っては、ぞっとした。大寒も済んだある日、夏が暗い席を一つした。夕方も勝手の方で続けざまにしていた。あれは風邪をひいているから、子供を抱かせてはいけない。妻にその注意をしているとき、夏は赤子を抱いていたから、 私はすぐ赤子をもぎ取るように抱いた。そして妻に渡した。その晩赤子は咳をした。二つ三つ続けているうち私は真っ青になった。しまった。映ったぞ。どうもそうらしいんですね。困ったことをした。熱を測ってみると八度五分あった。 それに不思議なことには、咳をするたびに、ぜいぜい苦しそうに息を切らすことだった。今夜は遅いから、明朝早く樋口さんを呼ぶことにし、水枕を敷かせた。朝になっても熱が降りず、樋口さんは風邪だと言い、それほど心配することはないと言った。私たちは氷で冷やした。 が、三日経ち、四日経っても、まだ熱が降りずに、咳が続いた。ぜいぜい言うのは、ぜんそくがあり、痰が切れないから、苦しいのだと言った。それから、二日経った。ひぐちさんは頭をひねった。本郷の間のさんに見てもらってください。どうも気になりますから。 樋口さんは、わしは他のお医者と立ち会うことは平気です。わしばかりでは見られないところもあるから、かえって立ち会ってもらった方が、あなた方がご安心でしょうから。と、わけもなくそう言うと、一向そんなことに関わらない顔をした。では、そういうことに願いたいものです。無理もないことだと思い、すぐマノさんへ電話をかけ、 看護婦にも来てもらうことにした。その晩から赤子は目に見えて苦しそうにぜいぜいやった。こんなことで死なせるものかという腹が引き締まって私にあった。それに父だけは順調にそういう苦しい中でも飲んだので、その方で切り抜けられると思えた。けれども、 熱がしつこく降りなかった。上がる一方だった。マノさんが来ると、すぐ厚みに着せた着物を緩め、からしの湿布を背中にした。が、十分もしたが反応がなかった。私は手のひらの上にある時計を見つめた。三分経った。からしを剥いでみると、 赤い反応が皮膚の上に出てきた。これが出ないとちょいと困るんだ。真野さんはこう言うと、障子に布を覆うこと、牛乳は二所にやることなどを注意した。樋口さんは七本目の注射を用意して立っていた。酸素飢餓という状態ですが、 マノさんはこれだけ言うと無駄を言わずに座を立とうとした。この人は技術で病気に向かう人だと思った。樋口さんは情熱で病気に向かう人と思った。大丈夫でしょうかああも悪いとは気がつかなかったんです。私は新しく驚いてマノさんの少し気取ったような しかし、地震の強い広い額を見上げた。枯らしの反応が遅かったから、ちょいと心配はしました。しかし、手当てに残っていたものがありましたから。そう言うと、すぐ帰ってしまった。どこか重々しく、一流の気品を持っていた。私は、マノさんに見てもらったことを喜んだ。そして、 信じた。吸入器を一つはいよりのおばさんが持ち、他の一つは車屋の鈴木が水を差し、妻と看護婦が代わる代わる酸素吸入の口を向けた。炭火を起こしたり継ぐために夏は忙しかった。夜中にもう一人看護婦が来た。 牛乳の霧の中で赤子はぜいぜい苦しそうに空気が足りなそうにあえいだ。私は病室と書斎とを行ったり来たりしながら玄関の下駄を一隅に寄せたりするような変な真似をした。赤子は私も妻も茶目であるにかかわらず黒いツヤツヤした瞳をしていた。 それがなおつやつやしくセルロイドのように光って熱で悲しそうに動いて見えた。しっかりしろ。死ぬには早いぞ。私はそう言うと赤子の名を呼んだ。あたりは吸入の霧でほとほと雫が天井から落ちているような気がした。海苔の湿った看護婦の白衣が 取りしていた。妻の髪にも牛乳の霧があった。皆勇ましそうに働いた。今夜のうちに熱を下げなければなりません。妻は半分気違いのようになり、牛乳が詰まったとか炭が足りないとか言った。実際今夜しくじったら取り返しがつかないと。 私も頭に熱が差してきた。三十八度に下がった下がった。妻は夜明け方になり、そう叫びながら私の寝ているところへ来ていった。私は飛び起き赤子の顔を差し覗くと、やはり苦しそうにはあはあ言っている。この様子ですと、 朝までにもっと下がるでしょう。看護婦が検討をつけ、私と妻とに安心をさせようとした。が、酸素の鉄管の殻ばかりがたまり、もう次の分がなかった。困った。宮川病院を起こしたらどうだ。すぐ近くに、去年私が入院したそれがあるので、夏が駆け出していた。 起きなかったら、石で門を叩け。そういううちにも、酸素は全く切れ、急に室内が、その水をくぐらせる音が絶えてしまったので、ひっそりした。そのひっそりした感じは、激しい不安を、私に与えた。何をしているんだろう。私は気が気でなかった。ちょいと行ってくる。 そう言うと、すぐ通りへで、病院へ走った。病院の白い門の前に、夜明け型の白っぽい門が見え、夏がぼんやり黒ずんで立った。おい、起きたか近づくと私はそう叫んだ。ええ、今開けていらっしゃるところです。まもなく、ギーと門の開く音がした。 私は夏をそっちのけにし、酸素を貸してくれるように頼んだ。ジムの者も,もいない者ですから、下働きが眠そうにそう言って、すぐ出してくれそうもなかった。酸素のあるところを知っていますか君は。ええ、そりゃあ存じております。じゃあ、僕が持っていく。そうして、明日委員長に話すから、渡してくれたまえ。 今はぐずぐず言っておられないから。困りますわ、そんなこと、うん、責任は僕が負う。早くしてください。死にかかってる病人があるんだ。私は下働きが薬局へ入ると、そこへむずうつうしく入り込んで、一本だけ手に抱えた。時計が寂しくなっている。明日来て話しするから。 そう言うと、私はすぐ家へ帰った。門の前に、看護婦が出て、私の帰るのを待った。みんなは景気の良い音を聞くと、ほっと一息ついた。なかなか起きてくれないんですもの。夏はブツブツ言っていた。夜が明けると、赤子がすやすや眠っていた。 樋口さんが朝飯前にやってきた。少し熱は下がったようだ。睡眠を振りながら、赤子はすぐ悪くなるんだから安心がならない、と言った。いつか僕らがあまり神経質すぎるって言ったじゃありませんか。そんなことを言いましたかいや、それで赤子の場合は結構ですよ。けれども、 何でもない時に騒がれると困る。そう言うと、お昼頃にまた来るからといい。このツは、ぜひ分けてもらいたいですな、と夏に行って出て行った。気さくないい人ですね。一日に三度も来てくださるんですよ。妻は看護婦にそう話した。ひぐちさんとは、 私が田端へ来て、八年にもなる知り合いであった。翌日、真野さんがやってくると、樋口さんに薬の方のことを言い、もう取りやめたようですね。そう静かに言った。危険期を超えているとも言った。が、まだまだ安心はできない。どういう風に変わるかもしれないとも言った。 私はマノさんを信じた。下手なことをやると書かれるからな。そう樋口さんを振り返った。この前、やはり書き物をしている人の子供を見、書かれたと言った。医者にだってどうにもならない場合があるもんですよ。私はそれに同感した。あんなによくしてくれたのに、書くなぞとは。 私は思いもよらなかった。医者は毎日、マノさんとヒグさんとが立ち会ってくれ、一週間目になった。もう大丈夫だ。何しろ父を飲むから都合がいい。マノさんは初めてはっきり言ってくれ、私たちは安心した。看護婦も一人だけにした。 気がつくと、夏も妻も、みんな一週間の間に、すっかりやつれてしまった。それでも妻は、気ばかり立っていた。一時、どうなるかと思いましたよ。やれやれ。妻は、やっと帯びを解いて眠った。その間中、私は一人でゆっくり眠っていた。 自分だけが安眠するのに気が引けたが、俺は仕事はあるし、一晩でも眠らないとすぐ体をやられるからという口実を作った。あなたは眠らないと後々に差し支えるから、と妻もそう言って気づかないでいたが、あまり自分勝手でエゴイストで決まりの悪い思いを心に感じていた。 ひぐちさんは、やはり一日に三度ずつ来てくれた。生まれるとすぐ赤子を見ていた医者は、よくこんなことを言った。これまでに苦心してきたんだから、もしものことがあっては、あなた方に顔向けがなりませんからね。正直一途で善良なひぐちさんは、ある朝、晴れた座敷へこぼれる日差しに、 もうセルの服を着込んで茶をすすりながら晴れ晴れした表情をした。今度はいろいろどうも。そう私は挨拶をした。大概間のさんとは意見は同じかったんですよ。あの方はなかなか目利きですからね。樋口さんはそう言うと立って帰って行った。私は ひぐちさんのむしろ無邪気なところを微笑んで味わうことができ、赤子は少しずつ笑うようになった。